胴体の先私が小学生の頃体験した話私の地区では小学5年生の男子というのが自分しかいなかったらしく地区での小学5年生の日みたいな集まりでは 女子五人、男子は自分一人だけという、肩身の狭い思いをしていました。本当は他に二人いたんだけど、一人は絶対に参加しない。もう一人は去年引っ越してしまった。 夏祭りの太鼓の練習というか、太鼓担当は当然自分になるし、その日は古びた公民館にお泊まりだった。泊まる人数の構成は、面倒を見てくれるおばちゃんが三人、女子が四人、一人病欠だったのかな。そして自分。 てな感じでした。太鼓の練習も終わり時計も夜9時になって寝る部屋が割り当てられた女子4人は洋室自分は少し狭い和室だった布団があって 足を置く方向のずっと先には背の高い押し入れがあったおばちゃん三人はすぐ近くに家があるからそこで寝泊まりすると言っていたまあクーラーなんてものはないし大きめの古びた扇風機も 最初は和室にあったんだけど、女子に、男子は一人なんだし、人数の多い方が必要だよね。と、強引に持ってかれてしまったのだけど、不思議とその日というか、和室は暑くなかったので、布団に入ってすぐに眠ってしまった。 しばらく経って突然目が覚めた。というのも、ぼそぼそと女子二人組の話し声が洋室の方から聞こえてきたからだ。ねえ、ねえ、あの子まだ起きてるかなうーん、きっと起きてるんじゃないかな。 遊びに行ってみようか。うん、そうしよう。こういう会話の内容が聞こえてきたために、興奮して目が完全に覚めてしまった。寝たふりをして女子二人の様子を伺うことにしようとしていたら、 ギシッギシッと大きめの物音がしてきただいたい何をしてるのか予想ができたどうやら洋室にあった押し入れに立てつけの悪く開きが悪い襖を強引に開けて 中に入っているらしいそして物音は天井へズリズリと四つん這いで歩くような音が聞こえてくるもうちょっとだねうんもうちょっと。 やたらと声が響いてくる。どうやら天井裏から四つん這いになって自分の部屋へと来るらしい。物音が自分のいる和室の押し入れまで来た。自分はもう 寝たふりをやめていた。布団から起き上がり、これから来る女子二人を待つことにしていた。押し入れの戸は引き戸ではなく、ドア状に開くようになっており、少しずつ開いていった。女の子の顔が、 一つ、天井部分から逆さまに、ニュッと出てきた。普通に可愛い顔をしていた。そのまま少しずつ体を下げて、そのあたりまで来たとき、スカートだったらパンツ丸見えになってしまうだろうな。 とアホな淡い期待を抱いていたがそんなものは一気に吹っ飛んでしまったその理由はもう一人の女の子が現れたからだもちろんただ出てきたわけではない 逆さまになった女の子の胴体から先はそのままもう一人の女の子になっていたからだ。わかりやすく言えばテケテケが胴体同士でくっついてるような感じだ。下の部分の女の子は押し入れの上の部分の 床の板に手をついていて上の部分の女の子はぶら下がっていた上の部分の女の子はひどかった別にすごいブスというわけではなく全身青白くところどころ抜け落ちた跡がある長い髪 顔は黒ずんで目も血走っていたとても生きてるとは思えないようなありさまだった気がつけば体がピクリとも動かないまぶたも閉じられないせいかこの二人を 凝視し続けていた。そして、下の部分の女の子が、横の壁を、上の女の子が、天井の飛び出てる箇所を掴んで、ゆっくりと、こっちに向かってきていた。 自分のすぐ斜め上まで来た途端、下の女の子は自分の左肩を掴み、上の女の子は自分の右肩を掴み、自分の視界が二人分の女の子の顔でいっぱいになったところで気絶をして朝を迎えました。 朝鏡を見たら右の顎と左の顎に一つずつみ跡がついていた一人でに。 両親が結婚したとき、仲人をしてくれた夫婦が、自分が生まれたお祝いに、赤ちゃんの人形をプレゼントしてくれた。その人形は、大きさは2歳くらいの子供で、髪の毛はクリクリとした金髪に近い茶色。 手足の関節も動かせて、服の着せ替えやお世話ごっこなどをして遊ぶ人形だ。今で言うポポちゃんのでかいバージョン。しかし、ポポちゃんのように可愛らしい感じではなく、顔立ちは洋風でちょっと怖かった。 そして寝かせると長いまつげがついたまぶたを閉じ目をつむる物心ついた時からこの人形がなぜか怖くてたまらなかった多分かわいくないというところから怖さしかなかったのだと思う しかしまあまあでかいこの人形は部屋のどこに置いていても存在感がありとにかく怖くて嫌だった自分が小学2年生の時に親の転勤で家を引っ越した初めて自分の部屋を与えられたが 部屋の出入り口のドアは歪みがあったためか、パタンとは閉まらず、思いっきりドアを押さないと最後まで閉まらないし、ーと音を立て、とにかくきれいにパタンと閉まらないドアだった。 そんな閉まりにくいドアの横に、怖い赤ちゃんの人形を飾って置いていたんだけど、怖い怖いと毎日思いながらも、なぜかずっと自分の部屋に置いていた。引っ越した家で数年経ったある日、 自分の部屋のドアは半分くらい開けた状態で部屋で過ごしていた。自分の部屋から別の部屋に移動しようと思いドアへ近づいたとき、半分開いていたドアが自然に閉じ始めた。風でドアが閉まりかけたのか、 と思い、ドアノブに手をかけようとした瞬間、ふと横に置いていた赤ちゃんの人形を見ると、赤ちゃんの手がドアを閉める速さと同じ速さで動いていた。状況を一瞬で把握できず、そして怖くて、 すぐには動き出せなかったが、やばいと思い、ドアが閉まりかけそうになる瞬間に、勢いよくドアを開けて、母の元へと飛んで逃げた。パニック状態で母にさっきの状況を説明し、とにかく赤ちゃんの人形が怖い、と訴えた。 自分のあまりのパニックぶりに母はその時面白半分で笑っていたが人形を別の部屋に移動させてもらいもう人形は場所も取るし自分も怖がるからとしばらくして父方の祖父母の家の物置に持って行った 今も物置を探せばその人形はあると思う。あの時のギーッと音を立てながら不自然に閉まるドアと人形の手が一緒に動いていた怖さが今でも忘れられず 恐怖しかない「黒い人」これは祖父が林業を辞める一週間前の話らしくさらに手記を読んでみると 林業をやめる間接的な要因にもなったようです祖父はその日沢の付近にいい犬園樹の木が生えておりそれを取ってきてほしいと依頼をされました親方にその場所までの生き方を聞いてるときのことです 沢なりに登り道はあるけど、その道は歩いてはいけない。と言われました。道を外れて、あえて歩きにくい森の中を行けというのです。祖父は少し疑問に思いながらも、言われた通り、 森の中を進んでいきました。しかし森の中を行くのは足場も悪く行く手を遮る草木を払って進むようなので体力の消耗が激しいため誘惑に負けて沢の道へと出てしまいました。 ちょうど昼時だったために昼食をとりながら一休みしているときあることに気づきました座って休憩をしている祖父の周りでひそひそ声が聞こえることに気づいたそうですそれは祖父を取り囲むようにひそひそと聞こえているんですが 祖父が動こうとしたりするとピタッと聞こえなくなるんです気味が悪くなってきたと思った祖父は早々と朝食を終えて登り切ってしまおうと思いました山から見晴らしのいい方を眺めて食事をしていたため振り返って 再び沢の道を登ろうとしたときに祖父は体が固まってしまいました進行方向の木の影から真っ黒な人間みたいなものが祖父の方を覗き込んでいたのですそれは見間違いとかではなくずっと その場に居続けました。さらにそれは祖父が見つめていると、ぼそぼそざわざわと喋っています。黒い人間みたいなそれは、体と顔の大部分は真っ黒なのに、不思議と、 口をパクパクと話しているのは見えたそうです。真っ赤な口と白い歯が見えたらしいです。その黒い人間は最初は一人だけ見えていたんですが近づくと隠れて離れたところにまた出てくる。 そういう行動を繰り返していました。不気味に思いながらも我慢して登っていくと、それが沢の反対側や他の木の影、岩の影から出てることに気づき、歩みが自然と止まってしまいました。 そこで祖父は下山をしようかどうか迷っていましたが、誰も沢の方に行かないため、依頼者は祖父に高い料金で依頼していました。また祖父は林業を辞めた後に夢や考えがあったため、先立つものが必要でした。 そのため我慢して依頼された木を取りに行くことにしました。不気味な声をできるだけ聞かないように我慢しながらも祖父が木を切り引っ張って下ろせるように細かく切り分けて縄でくくって沢の道を降り始めました。 するとぼそぼそ声がだんだんはっきりと聞こえてくるようになりました。聞いてみるとそれは子どもの声、赤ん坊の泣き声、すすり泣く声や泣きわめく声も混じっているようでした。 中には、ひもじい、なんで迎えに来てくれないのまだかなという子供の声が聞こえました。祖父はなんだか気疲れしてしまい、沢の石の上に座り込んでうなだれました。 岩の陰からも真っ黒な人間が出るのを忘れて。うなだれた先に真っ黒な赤ん坊がハイハイして祖父の足にしがみついてきたんです。驚いた祖父は岩から転げ落ちました。 木にくくりつけた縄を引っ張って降りようとしたんですが、重くて動きません。木の方を見ると、上に真っ黒な人間が数人座っていて、にっこりと赤い口と真っ白の歯を見せて笑っていました。 祖父がナタを投げつけると、ケラケラと笑いながら、ナタを避けるように、木の束から降りました。祖父は逃げるように下山し、親方のもとへと行きました。そのことを話すと、親方は何も言わずに、 神藤さんと呼ばれる神職の人のところへ連れて行き、ことの顛末を話した後にお祓いをしてもらいました。そして親方は後日お供え物を沢の入り口にあるお地蔵様にあげて、ちゃんと手を合わせて来いと言ってきました。 言われた通りにした後、親方に呼び出され、叱りを受けました。その時に、お前は沢の道を登るなと言われたのに、登ったろう。あの沢の上は、面倒だから行けないということではないんだよ。みんな行きたくないから。 行かないんだ。と言いました。そして、お前が登った場所を言ってみろ。と言われたので、祖父は、小助け沢の道を登りました。登るなと言われた沢です。と、正直に答えました。すると、 都合上なあ、小助け沢とみんなが呼んでるだけで、お前が登っていった沢の名前は、本当は小捨川という場所なんだよ。と親方は言いました。そのことを聞いた祖父は血の気が引きました。 親方は。昔食い物が足りなくなった時になしょうがなく親はその沢に子供を捨てに行ったんだ少しここで待ってろとか言って迎えに来るふりをして捨ててきたんだよまだ歩けない血のみごも 捨てたやつもいる、と「と悲しそうに言ったそうです」「祖父はあの真っ黒な影のような人間はあそこに捨てられた子供たちだったのだと分かった瞬間に自然と涙がこぼれてしまったそうです」 祖父は林業を辞めた後にタクシー会社や乳業店を開きました。自分の会社を持つことが祖父の夢だったそうです。会社を始めてしばらく経って資金的に余裕ができた頃、祖父が お地蔵様と魚や野菜やおにぎりとお味噌汁が掘られた石を沢の入り口に置いたそうですはいどうも皆さんこんばんはごま団子です。 えー、今日はは談話を読まませていただきました、はい。たた。だきし最初のお話怖かったですね。テケテケみたいな女の子が2人現れるっていうお話でしたけどもねうん、まあ、なかなか見ないパターンのお話だなと思いながらねうわすっげえ怖いなと思いながら読ませていただきました。うーん。 それにしてもテケテケってもっ怖いですよね。昔僕が子供の時に見たね、あの実写版の学校の階段に出てきたね、あのテケテケがね、まあ本当に怖くてね、あれ見た瞬間にもうトラウマですよね、<laughs> トイレ行けないっていうね、のは本当にありましたね。う まあ僕子供の頃からまあこういった怖い話がすごい好きなので学校の階段もねあのすごい好きだったわけなんですけどもえーそれでお菓子屋さんにね学校の階段カードガムみたいのが売られてたんですよね50円から100円だったと思うんですがえで必ずそのガムにはねあのカードが1枚ついててその学校の階段の名場面を切り取ったねカードみたいのがついてて全何種類だったっけな6種類とか7種類ぐらいじゃないですかね。 で当然ね、そのテケテケのあの場面のカードがね、あのあるんですよ。わー、で、これ欲しいなと思ってね、買ったら、確か人体模型だったかな、自分が出たのはね。で、またそのカードの出来が良くて、なんかこう、斜めにすると、画面がね、こう、パッパッパッパって、こう、切り替わる式のカードだったと思うんですよ、確か。えー、あれはね、良かったですね。うーん 多分、今、この動画を聞いてる方もね、の中でお持ちの方いらっしゃるんじゃないでしょうかね。ん、どうなんだろう。ということで、えー、本日のどのお話も本当に興味深く読ませていただきました。読ませていただき、ありがとうございました。 先日公開させていただきました紙芝居動画、いかがだったでしょうか、えー、すごい評判がよろしくてですね、なんかいっぱいあの、続編希望しますとか、シリーズ化お願いしますっていうお声をいただいたわけなんですけど本当にえ皆さんありがとうございます。今も第2弾の制作が始まっておりましてですね、本当に楽しみながら作らせていただいております、本当にね。 えー、ありがとうございます、えー、裏話的なことをするとしたらですね、あのー、動画見てくださった方はわかると思うんですけれども画面にあの木枠がね表示されてたと思うんですけどもあの木枠のねバランスがすげえ難しくてですね最初すげえ試行錯誤しました、ね、<笑><笑>あのー、あまりでかすぎてもねあの絵の邪魔になっちゃうし、まあ、な,なさすぎてもこの枠何なん,なんだみたいな感じになっちゃうからもう うんどんぐらいがバランスいいのかなっていうこの木枠かなどうかなってギリギリわかるかなぐらいのところまでね、まあ、あの画像をちっちゃく加工して作ったりとかね、えーまあ、なかなかあの木枠にはねあの思い入れがありますね <laughs>、はい、やっぱりなんか主軸になる部分かなと思って紙芝居なんでねうんあの大切に作らせていただきましたけども。 あとやっぱ紙芝居なんでそこまで絵を動かしちゃあかんかなっていうことであんまり動かさずに作ったんですけどもどうだったですかねうんあまあなんか紙芝居の雰囲気を大事にしつつでいつもの怪談朗読の感じでもちょっとその紙芝居に合わせた感じの低め かつなんかこうゆっくりめみたいな、まあ、そんなことをイメージしつつ作らせていただきましたはいほんとに、ね、原作者のサムライモさんそして絵を描いてくださったメイさん本当にありがとうございました、はいえー、これからもこのチャンネルではですね今回みたいないつも通りの朗読動画を主軸にアップしていくと思うんですけども えーまあ、たまにこういう怪談紙芝居動画を出したりとかあとは先日出させていただきましたあの実写ドラマとかね、えー、そういうものも、えー、出していければなというふうに思っております、はいえー、これからもこのチャンネルぜひぜひよろしくお願いいたしますはい ということで、えー、本日もここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。なんかこのセリフ言うのすごい久しぶりな気がしますね <laughs>。めっちゃ久しぶりな気がします。ちょっとすいませんちょ。テンション上がっちゃった。えー、この動画が良かったらぜひ、えー、チャンネル登録、高評価ボタンクリックよろしくお願いいたします。えー、あと、えー、っと、この動画の 概要欄に僕のツイッターの URL とか、えー、あとお話を投稿する際の URL とか、えー、あと僕らが運営している、えー、ゲーム実況のチャンネルの URL とか、いろいろありますので、よければぜひ概要欄の方をチェックしてみてください。はい。ということで、えー、じゃあまた次回の動画、もしくは生配信でお会いいたしましょう。こまだこでした。おやすみなさい。